こんばんは。わあ、ありがとう。わあ、きのこ。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。ちょっと先にじゃあ読んでいいですか。おいでます元気さん、卒業シングルセンターおめでとう。ありがとうございます。かわいいタワー、ありがとうございます。しょいしょい、ありがとうございます。そしてバディさん、ダブルタワー、ありがとうございます。めちゃくちゃかわいい、初めて見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。ありがとうございます。文章をごめんね。あ、あー、ありがとう。つくなんぐーさん、卒業シングルおめでとう。かわいい。きのこ、ありがとうございます。これも初めてもらったわ。わしょわしょい、ありがとうございます。ありがとう。かわいいくまちゃん、ありがとう。お、そして1000人超えました。ゆみりんがごめんね、ゲリラ配信をお知らせします。はい、ということで今ね、ちょっとツイッターをなるほど、ツイッターの
それでは私ツイートします。あ、待って、その前にかわいいかわいいキノコが来てるのをご紹介してもいい？え、なんかお家じゃん。アヨンさん、11月3日広島グリーンアリーナありがとうございます。わっしょいわっしょい、すごい、なんか宣伝もしてくれててありがとうございます。ありがとうアヨンさん、ありがとう、ありがとう。はい、それでは私、いやーなんか緊張しちゃう、ちょっと待ってね、いやーちょっと緊張しちゃう、いやーなんか緊張しちゃう、ちょっとスタンバイ、ちょっとスタンバイ。はい、それでは、いやーなんか緊張するな、なんか緊張するな。はい、それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2、待ってね、プロレスの3カウントみたいなものです。そう、そんなものです。いやなんか消せないから、あー こう書けばよかったなとか、あー書けばよかったなってなるから。はい、お待たせしました。はい、いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ツイート、リポスト、みりん、いっちーちゃん、たくのぎ、だいちゃん、ウィンパディ、ちいさんご、はしけん、がばいと、いいね、ふむ、あっき、はるまけ、ひさし、まいせん、ミストラル、やまなび、なんこ、ゆるキャラ、アンルコール、ありがとうございます。
それではありがとうございます。私はあ、ちょっと先にちょっとやることやってっていうか、ちょっと待ってね、あのね、ちょっと待ってね、あのね、出すね、もうね、もう下を見ないでいいように、ちょっと待ってね、ちょっとインスタストーリーに回して、ちょっと待ってね、話すね、それでは改めまして、はい、ありがとうございます。今日ですね、10枚目シングルの、はい、発表がありました。 ST48 すごい、もう10枚目シングルなんですね。はい、そして、11月3日発売です。はい、今回ラストシングル、卒業シングルとして、センターをさせていただきます。ありがとうございます、ね、記念すべき10枚目シングル、あ、11月1日、あ、ごめん、3日って言っちゃった、ごめんね、いろいろ混じっちゃって、11月1日発売の10枚目シングルです。はい、ありがとうございます。わー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。どなたです？あ、一粒の麦もしさん、ありがとうございます。わしわし、ダブルタワー、ありがとうございます。森の由美子さんかわいい、ありがとうございます。にゃん、嬉しい、最後に、そう、節目の10枚目が卒業シングルね、本当にありがたいです。そうなんです。で、その2日後が、卒業コンサートになりますが、あの卒業コンサートで、卒業コンサートが最終活動日ではないので、はい、2日後におらんこなるやんけーとは思わないでください。思わないでください。そうです、話できる、したいですね、したいですよとは言ってます、したいですよとは言ってるんですけど、ちょっとその辺はちょっと私は知らないので、ごめんね、まだできるともできないとも何も言えなくて申し訳ないのですが、まあそれに今回話し会があるとは限りませんよまだその辺の発表はされてないので、そう、ちょっと待ちましょうね。あ、ありがとうございます、にもすけさん、タワーありがとうございます、わしわしわい、ありがとうございます、ありがとうございます、にもすけさん、嬉しいな、みんながお祝いしてくれて、おめでとうってたくさん言ってくれて本当に嬉しい、ありがとう、
ごめんね、お話し会とかの話はまだ今日できないんだけど、はい、シングルに参加するというのは今日発表されたのでね、最後までよろしくお願いします。嬉しいね、シティで初めて卒業シングルなんね、ありがたいな、ありがたいし嬉しいな。こうやって最後に卒業コンサートができたりとか、卒業シングルをいただけたりとかって、なんかまたなんかね、みんなが卒業するときにもらえるものではないから、もう本当にありがたいですね。でもそれってなんか、まあ私もくじけそうになる時とか諦めそうになることとかも、この6年半もやってきたら、まあもちろんあるんですけど、なんかそれでも諦めずにくじけずに最後まで頑張ってきてよかったねってなんか言われてるような気がして嬉しいです。でもこうやってこう最後にいろんなことをさせてもらえるのは、もう皆さんが最初から最後まで、まだ最後来てないですけど、最初から変わらずずっと応援してくれたりとか一緒に頑張ってくれたおかげだと思うので、もう逆に皆さんにも花束贈呈です皆さんの頑張りがこうやって私の卒業の時に形になりました。いろんなことが、はい、ありがとうございます。みんなも一緒に頑張ってきてよかったって思ってもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。笠脇さんガチでおえつって読む、おえつ泣きしたよ、ありがとうございます。おしろありがとうございます。わしゃわしゃい、ありがとうございます。かわいいおしろありがとうございます、ありがとう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 ございます。そう、嬉しいね、ありがとう。こうやってみんながおめでとうって言ってくれるのすごく嬉しいよ。すごいね、ね、そうすごいし、そうユナユナがそうね、おめでとうってすぐマイカーの LINE に言ってくれててね、嬉しいですね。そう今回ね、さ、あの今回はリコチとソラハが初選抜です。はい、よかった。ずっとまっすぐに頑張ってる子が満を持して選抜に入るのは嬉しいし、私たちもその勢いに負けないように頑張らないといけないし、なんか選抜に入りたいって思ってもらえるような選抜を作らないといけないなってね、改めて思いました。
と思わずにいろんなことを頑張ってほしいですね。そう、私はなんか今回卒業シングルっていうのですごい嬉しいなってありがたいなって思ったのときっかけに、私センターになっ選ばれたのがこうやって選抜発表っていうのでセンターに選んでもらったの、まあ8回目なんですけど、なんか毎回やっぱりなんかこう次そうじゃなかったらなんて言われるんだろうとかなんか考えちゃうんです。私にとっては別にそこにいることが当たり前じゃないけど、そう8割センターすごい、あそっか8割すごいよ、もうみんながすごいよ、私じゃなくって、ありがとう。そうで、そうなんかいろんなことをやっぱりそう考えちゃうんだけどね、今の目の前のこともだし、やっぱり先のこととかもなんか自分がそこじゃなくなったら嫌だなとかじゃなくって、なんて言われるんだろうとか、なんて思われるんだろう、外野の人たちっていうかにもだし、同時にファンの人たちはどう思うんだろうって思う。それはそれでプレッシャー、そうなんだけど、今回は泣いても笑っても最後なので、プラスな気持ちをたくさん持って最後まで頑張りたいと思いますね。あとはやっぱりそうだね、ってことはまあ 100% 次のシングルは違う子がセンターなので、なんかそういう人たちにいい背中が見せられるようなお手本になれるような活動が最後までできたらいいなって思いますね。なんかいろんなグループの中のルールとか決め事とかあるけど、その選抜だからいいとかじゃなくて、で逆に選抜だからセンターだからしっかりそういうことをなんかちゃんとやって、なんかやらないと今回そう全員で歌えるわけじゃないので、シングルがそう今日いなかったメンバーにもね、示しがつかないと思うので、そうしっかり自分のことだけじゃなくって選抜のメンバーのみんなのこともだし、グループ全体のことも最後まで考えていきたいなって思いました、改めて今日、ね、みんなテストしてたん？いや、多分ね、テストしてたのはあの2人だけなんじゃないかな。そう、って思います。思います。私はちなみにテストしてません。してません。ちょっと私、特に前のお仕事がちょっと押しちゃってて、
どんな問題だったんだ。あ、なんかめっちゃ書いてたよさ。めっちゃ、そう、めっちゃ書いてた。そのなんか回答欄、問題欄とか、問題用紙見せてもらったけど。そう、ね、焼肉でお祝いしなきゃね、ほんと焼肉でお祝いしなきゃあ、関東は今日放送だから瀬戸茶で見る。お、ありがとうありがとうありがとう。ぜひ、ぜひ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 のぜひぜひ、嬉しいな。こうやって9月はいっぱい嬉しいが、いっぱい嬉しいがあったらいいな。いろんな嬉しいがあったらいいな。ね。そう、あとはお誕生日もあるし、まだまだ嬉しいお知らせあるんだよね、楽しみにしてる。え、あるといいな、あるといいな。わかんないです、私も。今言える嬉しいお知らせは、ダダ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 ン、9月24日に私のお誕生日があります。イエーイとってもとっても嬉しい、1年に1回のシングルは2回出ます。でも私のお誕生日1回、誰にでも平等に訪れる1年に1度の特別の日、それが今月、マジけそう、またお誕生日もお祝いしましょう、一緒に、一緒にお祝いしてください、ぜひまた近くなったらよろしくお願いします。今日は改めて選抜発表ありがとうございました。お腹すいた。あ、アンドガールの先行カット綺麗でした。え、そう、ありがとう。アンドガール明日発売です。明日発売だよ。うん、よろしくお願いします。お、みんみんさん、ありがとうございます。みんみんさんありがとうございます。わっしょわっしょい、ありがとうございました。わありがとうございます。ね、嬉しい嬉しい、みんなとこうやってお祝いできるのはお誕生日だけだと思ってたから。ユミリンメールがトレンド入りっぱなしで、ありがとう。てかごめんね、配信終わってその後もちょっといろいろもろもろがもろもろしてたらちょっと10時になっちゃって、ごめんね、全然
メールが送れなかった泣き。明日またメール待ってます。ありがとう。また明日メールするね。発売まで2ヶ月ないのもびっくり。確かに私たち今日知ったので何も知らない。 MV も撮ってないしジャケットも撮ってないし何も知らないです。またこれからかな、いろんなことがね、楽しみだね。確かにどんな楽曲になるのかとっても楽しみ。どんなシングルになるんだろうね。どこで撮るんだろう、 MV もどんな衣装なんだろう。いろんなことがまだ私たち何も知らないので、今日とりあえずメンバーとそうセンターですということだけ発表されたので、そうまた止まらぬね。楽しみだね、本当に。ねえ、あ、生誕祭いつかな。ねえ、いつかな。あるかな、いつかな。あるかな、いつかな。あるかな、いつかな。あ、ちょっと嬉しいな。ありがとう、ありがとう。みんな字数があれなのに私のことも書いてくれてありがとう。あん、おいちゃん、ありがとう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 。嬉しいパスタがいっぱいだね、いっぱいだね。嬉しいね、ありがたいね、ありがたいな。かわいいな、かわいいな。
忙しすぎるのがちょっと心配だよ。おお、ありがとう。でもそうだね、私はもうタイムリミットがあるので、しっかり今ある時間を1分1秒惜しまずに頑張りますね。そう、なかなかね、ゆっくりしてたらもうあっという間にきっと最後の日が来ちゃうから、体調気をつけてね。ありがとう、それでもご自愛ください。ありがとう、みんなもだよみんなもだよ。これからきっとそうだな、いろんなことがもしかしたら発表されたりとか、私もだって最終活動日も言ってないし、そう、なんかもしかしたらシングルのなんかがあるとかあったり、それがそうあるかもしれないし、ってなった場合にみんなはきっともう無理してでも行ったりするでしょってなった時に、そう、みんなも無理しすぎないで、無理してでも行きたかったり見たかったりすると思うけど、ちゃんと自分の体調のことも考えて、そう、健康第一で、そう、みんなも健康じゃないと、せっかく席取りました、仕事休み取りました、なんか移動も取りました、でも体調崩しちゃっただと行けなかったりするし、行けたとしても楽しめなかったりするから、そう、なのでそこはお互い体調第一でいきましょう。まずは発表されてる11月3日に向けて体調管理をしていきましょう、お互い。なんか11月の1日もね、どっかでまたリリーベができたらいいねって思うけど、どうだろうね、どうだろうね。またラゾーナとかでね、直接会えたらいいね。たまには瀬戸内で、まあ確かに、いや瀬戸内でやろう、大きいとか借りて、大きいとか借りてやりましょうね。山口とかでもいいし、そう、だからみんなもしかしたらそうやってお休み取らないといけないみたいなところが今後あるかもしれないから、今のうちにしっかり頑張ってね、お仕事かんで、私はやっぱり特殊な活動なので、みんなみたいに決められた時間に出社してみたいな生活をしたことがないから、なんかわかんないんだけど、そういうのって今のうちに頑張ってたら後々楽になるもんなの？そう、業種にもよるね。まあそうだよね。そう、今頑張ったとてちょっと11月のお仕事が楽になったりとかもしするんだったら、ちょっと今のうちに有給取れるようにマーマダーシュで頑張って、おー、でも無理しすぎない程度に、でも今頑張ってよかったなってもしかしたら今後思える時が来るかもしれないから、そこをお互い今全力で頑張ろう。みんなも、みんなお仕事も、お仕事も、私は活動を、えいえいおーえいおーね、いろんなことが、なんかいろんなことが形になってよかったなね、嬉しいな本当に、嬉しいな。食べようかな今日ね、そうメールにも書いたけど全然ね、そう
ご飯食べられなくて、そうあれがあれでね、あれだったんだけど、だから今日今結局すっごいお腹ついてて、もうなんかそう、だからね牛丼3杯ぐらい食べたいぐらい。そういっぱい食べようね。でももううどんもないんだよね、うちに。あ、今こそ月見を、あーこの1回を使っちゃう、今今使っちゃう。そう、月見バーガーは今期1個までだよ。まあでもイレギュラーがあるとしたら、超何かを成し遂げたらにしようかな。超何かを成し遂げたら、そう、なんだろうね、超何かを成し遂げるってなんだろうね。なんだろうね。そう、自分へのご褒美として、イレギュラーがあるから人生は楽しいのよ。いいね、確かに。スキンバーガー獲得チャレンジスタート、スタートスタートだね。あ、先に言っとくと、そうだ、あのね、私まだ、じゃあお話し会があるとして、参加ができる日数があるともないとも、ないともあるとも知らない、本当に知らないし、わかんないんだけど、お話し会があるとも限らないからね、みんなが、私も含めてみんなも、まだわかんないからね。まあ、仮にどこかでもし会ったとして、1日か2日か3日か4日か5日かわかんないけど、何かしら会ったとするするで、明日以降に何か発表があったとするならば、その1時間映えチャレンジというものはなくて大丈夫です。きっと私は参加できたとてめちゃくちゃできないんじゃないかなって思ってるんだ。まあ思ってるだけにして、私が勝手に思ってるだけなの。そうってなった場合に、そのきっとなんか、そう、今までは10日間とかあったけど、めちゃくちゃ限られるかもしれないってなった時に、ちゃんと自分が撮りたいところを撮ってほしいなって思います。私がここって言うんじゃなくって、みんな、私も限られた時間だし、みんなもそう限られた時間だと思うので、そう、自分がここがいいかなとか、もうなんかね、もし本当に少ないんだったら、もしかしたら早めに完売しちゃう可能性もなきにしもあらずだから、ここなら取れそうだなとかわかんないけど、みんながもうみんなが思うところをぜひ取ってください。これはそう、多分明日以降にもしお話し会があるならば、きっと明日以降に発表があると思うんだ。いつか11月1日までのどこかにってなった時に、私の配信とかメールとかを待たずに、そうチャレンジあるかなとか思って、待たないでいいよっていうことをお伝えしたいです、皆さんに。どうそう、あまりそういうの気にせずに、本当にそう、先着受付にならないことだけ願っても、それはないんじゃない、まあ、でも 100% ないわけじゃないからね、なんとも言えないけど。そう、みんな悔いのないように自分の選んだところをぜひぜひお待ちしてます。
まああるならばの話ね。ごめんね、ちょっと私その辺はごめんね、分からずで、多分みんなと同じぐらいのそう情報しかないかな。まあいろんなことを待ちましょうね。最後に話したいなって思ってもらえるのはそう私もすごく嬉しいからね、一緒に待ちましょう。なんかあったらいいなっていうことね。それにね、なんかいろいろないろいろがあったらどんな曲になるかな。シングルね、どんな曲になるんだろう。あ、首が出てないよ首出てないんです。この時間だからミュートメッセージ、卒業したらツーショット写真って消えちゃうのかな。どうなんだろう。あれだよね、オンラインツーショットのやつってことだよね。わかんない。みんな端末に保存できるのそれって。もしできるんだったらもう保存しといた方がいいかも。もし消えちゃった時に消えちゃったってなるから、そう、分かんない。消える前に改めて保存しときね。保存しとき。保存してる。ありがとう。よきね。消えないと思う。うん。消えないといいな。あくびが出ないよ。あくびが出ないよね。過去のイベントで残ると思う。あ、そうなんだ。メールは残りますか。メールはね消えないね。ブログも消えないよね確か。 STU ってそう。あ、それは新しく継続されるっていうことじゃなくって、今まで送ったものが消えないっていうことです。そう、メールはね、そう、もう私たちがみんなのメールボックスに送ってるから、そっから勝手に消えるなんてことはないです一切。なんか同じ仕組みとしてアプリで撮ってる人もメールは消えないと思いますし、そう、ブログはね過去の
メンバーのが全部残ってるので、私もイレギュラーがない限り今までのブログが全部残るんだと思います。ちょっと恥ずかしいんだけどちょっと恥ずかしくない？みんなにとってはさ、嬉しいかもしれないけど、私はちょっと恥ずかしいな。のトークは全部消えちゃう。ブログも消えるよね。私そう、STU は消えない、何も。映像倉庫消える。映像倉庫も消えないんじゃないかな。あんまり私今までにやったものが消えることってあんまりないんじゃないかな。あんまりないかも。なんかあるかな、逆に。あ、ホームページからは自分のプロフィールは消えます。卒業した日の次の日の0時00分寒いワンは消える寒いワンは消えますさよなら寒いワン。でもぐらいかも。私の公式プロフィールが消えるぐらいかも。 あとは私推しメン登録してる人は推しメン登録が消えます。あとメール取ってる人は解除しないとです解除しないと来ないメールにずっと300円払うことになるので、そう、気をつけてね。メールが来ないから解約したわけじゃなくって、ただ単にメールが来なくなっただけで、そうそう、自分で解除しない、自分で解約しないといけないので、これ気をつけてね。またメールで言うね解除しません。いや、してして、もったいないからして。なんか謎の300円毎月払わなくていいから。そう、それそんなものがあるならば、なんか別のものに、自分に使うか、新しい私の何かに使うか、有意義な使い方をしてくださいね。そう、解除しなくても大丈夫じゃない？いや、違うのよ。 STU のやつは、そう、解約手続きをしないと。私が例えば9月末で卒業するとするよ。そしたら10月分は私のメールは卒業したから多分例えば来ないんだけど、でも10月分はメールを取ってることになって300円払わないといけないので、11月ももちろん卒業したから来ないんだけど、また300円払わないといけない。一回契約したらみんなが解除するまで、私が卒業した後でもどんどんお金は取られちゃうから、マジで気をつけて私もそれなんかさや姉さんの時とかにやっちゃったの。半年ぐらい払ってた気がする。そう、卒業後はメール始めないの。それはちょっとわかんないな。やりたいけどね。もしやれたとしても、同じところ、その同じものを継続してっていうより、また新しく、何かしら違うから絶対解約はして絶対して 100% してください。ね、そう辛いね、辛いよね、辛いよねと私も
ろんな人のメール取ってたから何回も解約して、そう解約しました。なんか自分が好きで入ったメールを自分で解約しないといけないの辛いよね。すごい勝手に解除してくれって感じじゃないね。4年に一度とか動かない、動かないですね。どんだけ契約解除しなくても私からはもうメールは来ないです、来ないです。なんか悲しいね、まあ、そこからは来ません、そこからは来ません。また別のところから来るかもしれないけど、一緒に移行しましょう。なので移行しましょう、新しいところにね。そうそうなの、新しいところに行くから一旦そう一緒に動くみたいなことだと思いましょうじゃあね。そうお引っ越し、そう そうだよ、お家を引っ越しするときにお家の契約解除するみたいに、そうそう新規一転して楽しみましょうなるほど、悲しくないね、そう思ったら悲しくないよね。大丈夫、私はまだそうまだまだ皆さんとはさよならはしないので、まだ末永く、逆に末永くよろしくお願いしますね。家賃だけ払い続ける的な、え、そうだよ、引っ越したんだけど何にもないお家の家賃ず毎月払ってるみたいな感じだからね、もったいないね。それで新しい新居のも払ってってなるとよくわかんないことになっちゃうから、そう そのお金でみんな美味しいものとか食べたりとかしてほしいし、私のでがもしなんか新しいこと始めるとかでこれいいなって思ったらそっちに使ってもらったらいいしね。そうね、そうファンクラブに引っ越します、ありがとう、一緒に引っ越そう。私も今引っ越し先を頑張って頑張って、そうよいしょ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 頑張ります、頑張ってます、頑張ります。300円かけうどんいいね、あうどん食べたくなってきちゃったな、香川に行こうかな、うどん食べにね、行こうかしら、行こうかしら、行こうかしら、食べたいな。でも今日あかりんとね、あかりん家でね、あのたこ焼きパーティーするって約束したから、そうとりあえずうどん屋さん、そううどん屋さんと見せかけて、タコパです、タコパ、タコパーティー、タコパーティーをします。タコパーティー久しぶりにしようね。
そう、タカパよかったらショールーム配信お願いします。したいしたい、てか全然できると思う。でも配信してても配信してなくてもみんななんか喋ってること一緒だと思うし、そうね、別にそう誰も困らないと思う。今月中にできたらいいな、どっかでタコパ配信がね、どっかでできたらいいな。ぐっすり寝ます。みんなもぐっすりぐっすりしてくださいね、うん、ねえ本当になんかいろんなことがあっという間だなと思う、うん、10月ね、10月もね、そうだよね、うん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 、新曲の発表はどこだろう、ね、どこだろうね、どこかで、きっといつか。ねえ、ほほほほほ、あくび映っちゃった、仲良しな証拠だね。あくびってね、仲良しなほど映るらしいよ。仲良しだな私たち、グフフフグフフフ、仲良しですね、やった。12時までしちゃおっかな、配信配信しちゃおっかな、ほほ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 ほまで話そう。いっぱい。明日大丈夫？明日大丈夫？明日そんなにね、めっちゃ早いわけじゃない。歌はいっぱいあるし、そう。せっかくこんなに
彩ってもらって、これはね配信消したらねもう消えちゃうのよ、こんなに綺麗に残ってるのに。早くないの、うーん、うん、うん、大丈夫、配信終わってパッて風呂入ってパッて寝たら大丈夫。うん、あ、毒キノコ、毒キノコビミョン、うん、大丈夫、私が早くないと思った、早くない。早くないの、毒キノコなの、うん。でもよく見たら歌ってるんだね、毒キノコ。なんか音符出てた。音符出てたけど、歌う毒キノコ。ダンシングキノコって名前、踊る時キノコなんだ。じゃあ踊ってる踊ってる歌ってるんじゃなくて踊る時キノコなんだ。うーん、踊りなんだね、踊りなんだ。毒キノコではないらしい。食べてみないとわかんないよ。受けるやつもあるし、そう受けるキノコもあるんだよ。いやー、そうやって意気込むと受ける話できないんだよね、私。なかなか難しいですな。難しいであろう。あ、かわいい。あんこちゃんが降ってきた。あんこちゃん振りキノコ。あんこちゃんキノコ。キノコの子のあんこの子、踊る時キノコ、ありがたいね、嬉しいね、いろんなことがね、あればあれだね。キノコの季節だからキノコいっぱい食べなきゃな。キノコ、そう、あれはあんこちゃんが降らしてるから、あんこちゃん、あんこちゃん、あんこちゃん、いやーすごいな、
ゆみりんの好きなキノコは、なんかね昨日ぐらいもねその話したんだけど、エリンギバター醤油が好き。これエリンギが好きなんじゃなくてエリンギバター醤油が好きなの私。椎茸のその傘に明太子が乗ってるやつ。キノコはね嫌いなものないかな。嫌いなキノコないかも。私キノコとキノコとか野菜類で嫌いなものないです。嫌いな野菜も嫌いなキノコもない。舞茸の天ぷらありよだわ。天ぷらときたか。それはずるいわ。それはずるいな。いいね。それはずるい。素晴らしいね。そうでもこれは小さい頃から嫌いな野菜も嫌いなキノコもなかったです。私小さい頃から嫌いなもの変わってない。小さい頃からエビホタテマシュマロバナナ牛乳は嫌い。本当に幼稚園とかの時からずっと嫌いだし好きだしの好きな食べ物とかそんなに変わってない気がする。ああでもウニが食べられるようになった。ウニ別に嫌いじゃないけど、なんかお寿司屋さん回転寿司とかお寿司屋さんとか海鮮があるときに、ウニでとは言わなかった、もう言ったことなかったんだけど、あウニほうれんとか食べて、ウニね広島へ来てウニほうれん食べてウニの美味しさに気がついたって感じかな。そう二十歳超えてウニが好きになったかも。でも小さい頃はウニが嫌いな食べ物ウニですとかでもなく、あったら食べるけど別に好んで頼もうとは思わなかったぐらいかな。そう。大人になったね、ウニ食べるの。そう。ウニって食べに行かなければ食べることない。まあでもそうかもね。ウニ。ウニほうれんまだ食べたことないから食べたいです。お、じゃあぜひ11月3日に広島に来てもろて、ぜひ食べてください。夜とかに。コンサート終わって。おいでませ、広島いいね、食べに来てください。ついでにコンサート、そうコンサート見てもらって、ついでに。ね、ね、他に広島でこれ広島へ来た時に、そのグリアリで来た時にこれ食べようよみたいなのが、コーネ焼きかな。コーネ、牛のちょっと歯ごたえがある肉の部位なんだけど、これあんまり他の地域だと食べないぐらい歯ごたえがある部位なんですけど、広島は昔から食べてて、コウネはそうひらがな、かわいいでしょ、かわいいでしょ。そうそれね美味しいよ。塩コショウまぶして食べるとすごい美味しいし、お好み焼き屋さんとかの鉄板料理でもコウネ焼きは売ってます。そうそう、お好み焼き食べたついでにとかちょっと探してみてください。ぜひ美味しいよ、ね、そう好きだな。お好み焼きも食べてほしいし、なんかす
すごい広島っていっぱいいろんな食べ物があってお土産があって全部食べ尽くせないなって最近思ってる。卒業するまでになんかいっぱい広島のものを満喫して、もうザ・ STU の女で卒業したいんだけど、そうなんか元 STU でしたっていうので広島のことを全部いっぱい知っときたいなと思ってね。そうだからいっぱいなんかお土産コーナーとかついつい通りかかった。最近なんか誰にお土産も買わないのについつい見に行っちゃう。お土産コーナー いろんなお土産がある。いいよね広島ね、いいとこだよ、いいとこだよ。とっても広島 PR 部隊として、そうだね広島 PR 部隊として、山口じゃないのって思われるかもしれないけど今住んでるのが広島なので、そうだって広島に私ね住んでね今ね7年目違う8年目だ私今8年目だから広島に住んで、そう STU 入る前からそう住んでるから広島にって考えると長くない？結構長い。そうだよね26歳の8年目って相当じゃない？約3分の1を約人生の約3分の1を私広島で過ごしてるんだよね。世話長いね。ね、そうそうって考えると長いよね。うん、もうふるさと、それはもうふるさと、それはふるさとだよもう広島の。うんうん、って考えるとあっという間かも。私8年もいたのに、なんかあんまり広島のこと詳しく知らないかもな。だってね私大学の時も大学とバイトと家の行き来だったから、なんかあんまり遊びに行ったことないの。友達と宮島っていうのもなかったかも。あ、ひどくない？ひどくないって、なんか全然なんかみんなでどこ行ったとか、なんか悲しくなっちゃったそう、本当に学校ない時間ずっとバイトだったな。学校にいない時間ってそうだし、 STU 入って家とレッスン場とお仕事の現場と東京に行くことも多かったし、あんまりそうだな、なかったな。そこはもったいない。こんなにいいところに住んでるのにね、こんなに素敵な場所に住んでるのにもったいない。もったいないな、もったいない動きが必要。自分もまさかこんなに広島に行くことになるとは思わなかった。まあでもそうだよね、みんなもそうだよね、逆にねいっぱいね来るとは思わなかったよね。ありがとう、来てくれていっぱい。
ね、嬉しいな、みんながいっぱい来てくれて嬉しいな。ね、広島で遭遇したらレア。そうだね、と広島で遭遇してもそうだな。私人見知りなんで、あの会釈ぐらいにしません。そう、人見知りなんですよ私。めっちゃおもろい。あ、受けてくれたの今ので。来られても何も出ないですからね。そう、まあ、そういう人いないけどね別に。私の番の人そんな、そう、そんな人いないな。ね。お互いやって、そうってそうはってそうね、そうはい、そうごめんね、人見知りだからごめんね。確かに仲がいい人、仲がいい人ほどお話し会とかいっぱい来てくれてて、仲がいい人ほどなんかあんまりパッて会った時に「はっへへ」って感じでなんかついてくるとかないかも。見てくるとかないかも。そう、私が多分人見知りっていうのを知ってくれてるから、ここぞとばかりにみたいなのないかも。ねえ、ないよね。そう、察する人、そう、なんか察してくれててありがとう、いつも本当に。ありがとうね、優しいね。そうね、
毒ってる。毒キノコ食べたことある？私は毒キノコ食べたことない。ない？みんなもないか。そう、毒キノコって別に死ぬやつだけじゃなくって、手足がしびれるとか舌がしびれるとかのもあるからね。そう、それも毒キノコだから。そう、別にそう最悪命を落とすような危険な毒キノコもあるけど、そう死なないけど体に支障が出る毒キノコもあるから。笑いたけとかね、あれ本当にそう、本当にある。それは実在するの本当に。そう、そうね、あるの。それって都市伝説だと思ってた。え、どういう原理でさ、笑いのツボを刺激するの？なんで？それ面白くなっちゃうの？それともしゃっくりが止まらなくなるぐらいの生理現象なの？幻覚症状を引き起こす。ダメじゃん、笑ってないじゃん。あ、ちょっとなんか酔っ払ってるみたいな感じになっちゃうってこと？イエーイみたいな。そういうこと？あくびしてないよ。神経、あ、興奮しちゃう。なるほどね。で、気分が高まってってこと。そうなんだ。怖いなってね。怖いな。みんなも勝手に生えてるキノコは食べちゃダメだよ。ちゃんと売ってるやつ食べてね。それかキノコ博士と一緒にキノコ取りに行ってね。ちゃんと見ただけで、これはなんちゃらですって言える人と行ってね。私もキノコ狩りしたいな。キノコ博士とキノコ狩りしたい。博士どこをね、博士どこ、この中にキノコ博士はいる？キノコ博士って日本にどれぐらいいるんだろう。100人もいなさそうじゃない？いるのかな。解説面白そう。え、面白そう、ね、解説とか聞かないね、キノコのね。どのぐらいいるんだろう。そうだよね、その見ただけでこれは何キノコですってわかる人。キノコ業者は詳しいんじゃない？でもさ、あれだよ、食べられるキノコだけじゃなくっていろんなキノコを知ってる人だよ。松茸に詳しいとかじゃなくってもう全種類のキノコって考えるとさ、なんか100人ぐらいなのかな。もっといる？500人ぐらいいるかな。
日本だよ、日本の中で、国内に。ね、大学の研究の人とかかな、もう全般研究してるってこと、人か、キノコ全般ね、すごいな、すごいな。さかなクンみたいに、そう、さかなクンの、さかなクンさんのキノコレベルがどれぐらいいるんだろうね。でもさかなクンさんのレベルもなかなか、お魚ってそんなに人数いないんじゃないね。あ、ちょっとキノコ色じゃない今日、やだやだ、ちょっとキノコ色してるわ私、たはたは。ないよ。いやー、でも今日もね、いい一日でした。ですね。お腹が鳴ってる。ポコちゃん元気かな、ポコちゃん元気なのかな、ポコちゃんは多分私が卒業することも、卒業シングルでセンターをすることもまだ知らない。あ、いや、でもポコちゃんは私が卒業することは結構前から知ってる、言ってたかな、あんこちゃんには。あのね、卒業するんだ、あのね、卒業を決めたんだ、だいたい時期はこのぐらいで、あとこれがあるんだけどね、そう、クリアリ、そう、クリアリのことも言った、あのね、クリアリでね、卒婚するんだって言ってた、アンクちゃんに。いや、もう聞くだけ、別に、もう別に私が言ったりも言っちゃいけないっていうの知ってるから、もうなんか聞いてるけど別に聞いてないよっていう感じで、うーんって感じ。そう感じだった。そう、すん、誰よりも早く、そうだね、結構序盤で知ってた。
ちもそろそろ秋だからもうあのね時間が経てば経つほどねどんどんもうもうになっていくんですよ。うちの犬もこもこになっていくの可愛いでしょね。可愛くない？もこもこになっちゃうの冬毛になるので今からが特に可愛い時期。もこちゃんがね、お腹が空いたよ。お腹が空いたよ。脱げないでさね。そう。だから早くモフモフしに行ってあげたいな。モフモフしに来たよって。毛も柔らかくなる。いや。あんこちゃんはね、ほんと毛がね、柔らかい子なんですよ。冬でも夏でもふわっふわふわふわのサラッサラなの。めっちゃ柔らかい毛並みだよ。だから触るとね、気持ちがいいよ。なんか超肌触りのいいなんか毛布とか触ってる感じ。ふわっふわ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 って感じ。ふわふわしてるねっていう。あとはね、かわいいね、あなたかわいいってよく言われるでしょうって言ったら、なんか別にそうだけどって感じ。よく言われますけどって感じで見てくる。かわいい、かわいいね、でもかわいいってよく言われません、よく言われるでしょうって話しかける。私は美脚さんですねって可愛い。本当に可愛いうちの子ちゃん。わっしょい。コーラさん10枚目ユミリンセンターが自分の夢でした。おめでとう。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。コーラさんありがとうございました。わっしょわっしょい、ありがとうございます。ありがとう、夢って言ってくれてありがとうございます。かわいいタワーまでありがとう。末永くよろしく、ありがとう。はい、はい、あ、もう51分だ、早いな。あ、私配信中にツイートとかしちゃったので、もし配信終わった後にツイッターとかを X をリポストしてくれたりとかいいねしてくれる方はお待ちしとるよ。あとはコメントとかも待ってます。ごめんね、配信中にしちゃったから。配信見ててできてない人とかもいると思う。全然そう、もしよかったらお願いします。配信終わった後でもね、可能ならば、うんうん、ね、コメントもしたよ、ありがとう。全然見れてないから後で見るね。ありがとう、いっぱいコメントくれて。あ、そうだ、インスタも
ーディも見たよ。ありがとう。グッチ。あ、インスタもね、ありがとう、投稿したやつをいっぱい見てくれて。ありがとう。また投稿しなきゃな。ね。写真待ってますね。素敵な写真載せられたらいいな。またいろんな写真を、写真で写真がね、そう、うん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 、じゃあ2分ぐらい、2、3分したら団長言いますね。今日はね、すごい髪がなんだろう、しっとりしてて雪です。サラサラ、そして美容院に行きましたね。あ、それはね、結構前の話だよ。でも、ね、そう、みんなはね、知ってるよね。いつからね、私がサラサラしてるかね。人間美容院はどれぐらい行くんだろう、人生で。まだまだサラサラだね。ね、まだまだサラサラだね。これがいつまで継続することか。ずっとサラサラでいますように。11月3日までにはまた美容院に行けますように、行けますように、また美容院に行けますように。ポンポン、おじぎね。ね、うん、じゃあ団長読みます。13位札幌の牛さん、ありがとうございます。12位カープ HK さん、ありがとうございます。11位のんたんさん、ありがとうございます。10位テリーピーさん、ありがとうございます。9位アヨンさん、11月3日広島グリーンアリーナ、ありがとうございます。8位ミミさん、ありがとうございます。7位スクナングーさん、卒業シングルおめでとう、ありがとうございます。あ、そうだ、この辺からみんなくれてるよね。アヨンさんもありがとうございましたわ。ミミンさんもありがとうございます。スクナングーさんもありがとうございます。ありがとうございます。ここまで読んだよね。7位まで読んだよね。ありがとうございます。6位ヨデマセ元気さん、卒業シングルセンターおめでとう、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。次は、5位笠脇さん、11月3日グリアリ埋めよう埋めよう、お待ちしてます。ありがとうございます。たぶんありがとうございました。
4位にもすけさん、ありがとうございます。にもすけさんも確かタワーくださったよね、はい、ありがとうございます。3位コーラさん、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。そして2位は一粒の麦わしさん、ありがとうございます。ダブルタワーありがとうございました。ありがとう。あってな感じでもう59分だ、大変。あ、今日東京の方、東京 MX でサドチャレあるのでぜひよろしくお願いしますね。素敵なタワーもありがとうございました。皆さん改めまして11月1日10枚目シングルよろしくお願いします。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい。みんなもよく寝てね。空張りこちおめでとう、おめでとう、おめでとう。おやすみ。